私はなんだろうな、別にryuchellに対してすごく嫌な気持ちとかももちろんないし、本当にこうやって新しい家族の形としてまた一つステップを一緒に踏んでくれたこともそうだし、何より大切な息子を残してくれたことも本当に今でも毎日感謝し続けることなので、もうこれからもこのまま進んでいくだけですね。ミセス・ユニバース・ジャパン2024日本大会が開催され、30歳から72歳までのファイナリスト45人が登場。容姿だけではない美しい美の基準を追求するこのコンテストの中で、今年グランプリに輝いたのは岡田真理さん64歳。さらにスペシャルトークショーのゲストとしてタレントでモデルのpecoさんが参加しました。はい、皆さんこんばんは、pecoです。今日はもうすごくとってもキラキラ美しい皆さんの中にこうして入らせていただいて、とてもドキドキしてます。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。人生が変わったターニングポイントを振り返っていただきながら、輝く道の見つけ方について一緒に考えていこうと思います。4歳の時は私がクラシックバレエを始めた年齢なんですけど、17歳ぐらいまでずっと続けてたんですけど、道理で背筋が大変美しい。ありがとうございます。ミセス・ユニバースの方もね、フラダンスだったりバレエだったり、とても背筋が綺麗な方が多いんですが、pecoさんもその一人でいらっしゃいます。負けてないですか？はい、いつか出場してほしいぐらいです。ありがとうございます。ありがとうございます。pecoさんはやはりこの10代の頃から、はい、pecoさんらしいっていうのがすごくファッションありますけれども、はい、このpecoさんらしいものを保つ秘訣っていうのは何かあるんですか？なんか正直秘訣って言われると、本当に意識してやってたわけじゃないので、もうただただ本当に人と同じことが嫌、もう自分が好きだったら別に周りが全員変だと言っても自分が好きならそれでいいって、なんかもう何があったからとかじゃなく、ずっとそのマインドで、なんだろう、自分が一番大切、自分のことが好き、自分がいいんだったらそれでいいっていう、もうそれだけをずっと今でも変わらないですけど信じてますね。ここでもう一つ受賞者の方からのね、ご質問ございましたので、これまでにぶつかってきた壁はありましたか？またそれをどのように乗り越えていきましたか？というご質問でした。さっきもお話しさせてもらったように、人と同じが嫌とか、自分が良ければそれでいいって思っちゃうので、お洋服に関しては。なのでやっぱりお洋服を作らせてもらって、それを実際にこう皆さんにお届けするってなった時に、やっぱりめちゃくちゃリアルな現実的な話、こっちの方が売れるんじゃないかとかっていうことにどうしても当たり前だけどなるんですよね。やっぱその時に、なんで私が作りたいものじゃなくて世の中に合わせなきゃいけないのとかって、作るのやめようかなって、なんかお洋服を嫌いになりたくないから、その時に、ryuchellが普段は私がやりたいとかって、やめたいとかやりたい言ったことに、もうそうしなそうしなって言ってくれてたryuchellが、その時だけ初めて、いや、こんなやめたいって言ってる私にこんなこと言うのはすごく辛いんだけど、もうpecoりんは絶対にお洋服を作り続けるべきだよっていう風に言ってくれて、それがすごく響いて、じゃあもうちょっと頑張ってみようかなってそこで思いましたね。そのおかげで本当に今また新しくブランドも始めさせてもらえたりとか、ずっとお洋服も好きなままで入れてるので、めちゃくちゃ感謝です。お子さんが生まれて一度お仕事を、はい、休憩というかやめられたっていうことなんですけれども、はい、お休みするのですごく不安じゃないかなっていうふうに思うんですけれども、もうラッキーなことにというか、ryuchellがお仕事頑張りたいって言ってくれるタイプで、私は自分が結構その子供の時、お母さんが帰ったらいつでもお家にいるっていうお家で育ったので、やっぱり息子がお家に帰ってきた時にはお帰りって当たり前にいる存在でありたいなっていうのがすごくあったので、そこが本当見事に、別になんか私が女だから家庭に入らなきゃいけなくて、ryuchellが男だから働かなきゃいけないとかっていうことじゃなく、本当たまたま私たちの考えがそれになったので、ryuchellがお外で頑張るよって言ってくれて、私はもう思う存分息子と向き合えるっていう、やっぱその安心感で、それは選択できたかもしれないです。そして続いて26歳で新しい家族の形を発表されました、はい、その後ですね、28歳でryuchellさんとお別れすることになります。今振り返ると、とても大変な時期だったのではないでしょうか、うん、そうですね。結構本当にこの、ryuchellが自身の、本当に素直な気持ちとかをお話ししてくれてからの2年もうさもうすぐ3年とかになるのかなの 2,3 年この 1,2 年は本当に結構すごくもうスピードが凄まじかったぐらいの目まぐるしい正直月日だったんですけど、でも本当に私はなんだろうな、別にryuchellに対してすごく嫌な気持ちとかももちろんないし、本当にこうやって新しい家族の形としてまた一つステップを一緒に踏んでくれたこともそうだし、息子と出会わせてくれて何より大切な息子を残してくれたことも本当に今でも毎日感謝し続けることなので、もうこれからもこのまま進んでいくだけですね。私も10歳の娘を持つシングルマザーなのですが、パパママが揃って遊んでいる家族を見た時に娘がポロッと羨む言葉をこぼしたりすることがあります。その時ペコさんならどんな言葉をかけてあげますか？私はなんかもう本当にまずそもそもいろんな家族の前にいろんな人がいるってことはもう本当に息子が1歳2歳ぐらいの時から常々伝えてはいたので、もうそれは本当まず見た目ももう肌の色、目の色、髪の色も違うし、国も違うし、好きなものも違うし、考え方も違うしってなったら、そのお家の中も本当にいろいろ違うよねっていう話はずっとしてたので、別にそのママとママのお家もあれば、パパとパパのお家もあれば、おばあちゃんだけのお家もあるしっていう話をずっとしてたので、なんかそういう時にじゃあ私がかけるとしたらでも私たちはこの家族の形でママはとっても幸せだよっていうのは言うかなと思いますね。本日ミセスユニバースに参加されてみて、機会があればご自身も出場してみたいと思いましたか？美容とかにも本当に疎いので、多分皆さんはこの日のためにすごくもちろん普段からされてると思うんですけど、とても努力されたんだろうなと思うので、私にはもう無理だと。ミセスユニバースは女性活躍をテーマにしたコンテストになりますが、尊敬している女性はどなたかいらっしゃいますか？中身で言うと本当に一番身近な自分の母かなと思いますね。はい、母親像は私の中でも完全に自分の母なので、もう何よりもやっぱ自分の我が子を大切に、私や兄弟を本当に一番に思って、今でもですけど、私が29歳でもう兄がもう40歳ぐらいになってる今でさえ、本当に子どもたちを一番に考えて動いてくれるのが、本当に私はもうこれが私の中では母親だなって思うので、私もそうでありたいなと思ってます。